早速着いたんですけど、減らしは多い、バス釣りしは多い、どうしようっていう感じ。ちょい触りたかったバス来たよ。釣れるやん、フィネス使ったら。でね、今このストラディックに巻いてんのが8ポンドなんですよ。この間間違えて買って、それでフリックシェイクの 3.8 投げるっていうね。見て、だいぶ糸巻き量少ないでしょ。調整してます。これを巻きすぎるとボワッと膨らんでね、もう一発で多分8ポンドなんて使ったらアウトなんで、必要最低限の量だけ巻いてる感じですね。ベイトフィネス的な。よし、ちょっと歩いてみて回ります。ちょっとね、だいぶ台風の影響でワンド内が濁ってるんで、本流どうかなと思うけど、ちょっと本流の方行ってみます。いいね、ニュータックルは。もう坊主はないからね、気楽なもんよ。水めちゃくちゃ増えてるし、流れてる。おー、変わったな、白きた。ちょっと川打ちます。68の MH にメタニム DC、 これがね最強。これでカバーを打ち抜く。あっち良さそうやな。こんなことってある？だいぶ流れがあるんで、ドリフト気味にやっていきます。あの辺ね、ちょっと石が沈んでるんで、こんだけ濁ってたらちょっと弱いかもな、このフリックシェイクはね。とにかく飛ばへん、8ポンド。あんなちっちゃいフリックシェイクを8ポンドでちょっと飛距離出そうと思う、無理やわ。飛ばん。いいカバー、増水してシャローカバーがね、ちょっと推進できてる。もうおるやろっていう感じのとこなんですけど、これいないんやな。あー、なんかちっちゃいギルとかおるわ。でかいやつ入ってない？ちょっとね、流れがあって、であとまあ濁りが入ってるっていうのもあって、ちょっとプリプリと。シャットなんですけど、シャットよりもちょっとあの動きがワイドな、このレアリスの、これなんていう、なんていうシャットやったかな。先行振動もちょうどいい感じで、8ポンドでも結構飛ぶ。トゥイッチとかタナ巻きを織り交ぜながら、おお、結構ブリンブリン泳ぐわ。探っていきたいなと思います。流れが入ってきてるんで、バスは結構ね入れ替わってると思う、本流から。やった、トゥイッチ聞くやん。人いた。ちょっとおっちゃんに見られて。見える？レアリスシャット、無事ゲットしました。ツイッチやったね、こうやって。よっしゃ来た。よっしゃ、なんや、白きた。釣れるやんけ、普通にフィネス使ったら。うら、貴重な白きたバス。おい、川バス。だいぶ流れてるな。
おっしゃ、来たやん。おっしゃ、もう狙い通りやん、これ完璧。ハチやから楽勝。なんか怪我してんな、こいつ。僕が見える範囲ではね、釣り人いっぱいいるけど、確実にワームに釣り勝ってる。やっぱハマるときは勝つわ。くぅ、ありがとう。今までね、動画内では諸事情によりね、白北ワンドでスピニングを出したことなかったんですよ。それがね、メジャークラフトさんからいただいて、しっかりスピニング使ってやれば、サイズはともかく普通に食うやん。おっしゃ、来た。爆鳥。爆鳥やん。何これ、やばすぎるやろ。こんな釣ってんの確実に俺だけや。うわ、ブリブリ。ええバス、ええバス。うこれ最高でしょ。見て、スピードスタイルに巻きもやるね。これレアリスの、レアリスシャットかな。あ、ロザンテって書いてあるわ。ロザンテ。太鼓がプリン。こんだけティップがね入ってくれると、ちっちゃいバスの微妙なバイトとかをねマジで絡め取れるわ。こういうね、巻き抵抗があるルアーのトゥイッチとかはちょっとやりにくいけど、でもね、ティップの方がね、こういう風に曲がってくれるから、これ後ろね、草あるんですよ。で、ロッドを曲げるためにうまくね、ブッて振りすぎるとね、後ろのね、草に引っかかるんですよ。だからこれだったら、ティップからベリーぐらいを返すだけで、十分飛距離出るから。ほら。シマノの竿やったらね、もうちょっとテイクバック取らないと、しんどい。使い分けやね、やっぱり。しかもこれ6号っていう長さやから、それまた絶妙。こういうね、なんかごちゃごちゃしたとこはね、長すぎると良くないんですよね、僕的にはね。いい感じ。岸際に水深がある。ここ良さそうないけどな。もうね、人の多さが度を超えてる。えぐい。こうなったらね、もう家帰って熟女もんの見て。して